こんにちは、アデモです。パワープラプでやっていきます。今回は、南と深みを使った新しいマントル踏襲デッキですね、やっていきたいと思います。ドエ、サナ、守る、南、葵、で、深みと。で、このデッキはりょうさんにちょっとお借りしてきたものです。急速コントロール、スタミナ変化2ずつということで、かなりバランスよく経験点が取れるデッキになっているんじゃないかなというところと、葵ちゃんと南のコンボでワンチャン1000丸つきます。行きましょう。招きと、あとは、野球神ですね。ドエに当たれ。ありがとう。逃げ玉か。まあ、逃げ玉は、そんなに優先度高くないですけど、もらえる分には。ただ、深みが自己紹介、この体力回復がめちゃくちゃでかいですね。で、まあ、その、葵ちゃんのデッキは、その、瞑想はしないんですけど、やっぱりその、どういうデッキが合うかっていうのは、まあ、本当に試行錯誤が必要かなとは思っていて、足らない筋力。本当やめて、本当やめて。逃げ玉重なるのやめて。もうネタっすよね、ここまで来ると。もうこれだけでコメントしそうだ、僕。どうしようかな。ここは星取っとけばいいか。で、アクセア来たらワンチャン作るっていう感じでいいですね。お、いいね、早い。ちょ、深みは待たないでさっさと作ります、これは。サナか。うん。拾いましょうか。で、僕、雫石入ってたかな？入ってればもう作れるけど。入ってない。お、サナ、いいじゃん、亀石。いいですね。サナ評価いったでしょ、これ多分。お、なるほど。これは上ですね。逃げ玉、重ねても意味はないですが。もう終わってるんでね。同絵ってさ、さっきもらってますね。もらってるやつを重ねるのか。ここはサナ行きます。おお、これセグ1の9月3週。早すぎた。ちょっと早すぎた。正直何にも整ってないので、まあ何にもできないとは思います。深み。サナに行った方が雫が取れるな。っていうのが、まあ、非常に大きいですよね。うん。アクセアも入った。これ、マジで、1000丸来たら結構熱い。来い！あー、失敗した。重くそ、失敗した、乱調。まあ、残念でした、という感じですね。で、一応、ダイナマイトが作れれば立てれるって感じか。作れれば。作れるかな。うん、ここはデートしましょう。作れてほしいな。うわ、来た、2個。しかも、すごくいい構成でしたね、今。ダイナマイトも作れて、ツルハシもアクセアも立てれる。これ、アクセアちょっと急ピッチでいくか。で、ここは、ツルハシに変えましょう。まあ、これがベストっぽいですね。守る。リリースと、ちょっと、石の運用が早すぎて、結構いろんなものが枯渇する未来が見えてますか。ランチョ痛えな、100点だな。あとは早い段階でミナミちゃんが来てくれるとめちゃくちゃ助かりますね。これは展開早いな。守るとあと、みなみちゃんが全然ですね、評価。いれば踏んであげたいけど、いないわ。ここの亀石がなくなりそうですが、正直亀石そんな、使う場面ないですね。ここはデートにしましょう。びっくり待ちですね。ほうほう、体力。まあ、しょうがない。しょうがないが結構痛いな。いないんですが。で、ここは普通に拾っておきましょう。アクセア回らないんでね、拾わないと。で、ダイナマイトがこれもうレベル2にできるので、さっさとしておきましょう。やっていいね。ナイス。やる気も上がるでかい。
で購買部は立ててないのと、まあ、立てにくい状況にはすごくなっています。ちょっと丸食べるか、そろそろ1個は破壊しようか。深み拾います。で宝石2つ目、ダイナマイト入らんですね。どうすっかな、いろいろ。ちょっとバカしま詰まってきたな、正直。ツルハシ2個建てにして。いや、南早めに行きたいっすね。ちょっと早めに行こう。まあ一応最低限も揃っているんで、そんなにアクセア砕くか。あとはこの辺の購買部とかをうまく立てられるかどうかですね。うん、掘っていきましょう。そう、結局体勢が整う前にこうなるとダイナマイトがうまく爆発して石を取った上で進められれば話変わりますっていう感じで、そうじゃないと石の周りがねなかなか大変になりますよっていうところです。なのでこれ使います。拾ってもいいけどね、これどうせなくなるんだったら。あ、それつらい。ああ、よかったよかった、来なかった。ここは一回デートで待機します。もう監視所パワーでとりあえず石を集めさせてもらいたいです。これ2回目だね。よし、来た。うん、うわー、まあ、なんとも言えないパワーだな、これ多分。宝石も足りてはいるんですよね。これは行きましょう。スタミナ上げます。もう振れるだけ振るか。早めに南欲しい。誰強さないっす。で、ここは筋力ですね。うん。一応連発しました。同栄。これ取りたいか。取っておきたいか。まあ、多分取っておくが吉だとは思います。はい。逃げ玉とか、うんぬんとか。誰？重い玉まだっすね。うん、ここはまあ石を集めるっていう意味で、まあ行くしかないです。ここをケチっていると何にも進まないで終わります。ちょっと南ちゃん、はよ。それはマジで頼む。うん、石効率悪くないのと、踏んで多分大丈夫だと思うので行きましょうか。よし、よし、よし、よし。で、これで亀石の貯蔵庫も、まあ、建てられますね、と。で、ここは、しっかりと、最大値上げます。大凶。イベント運が。まあ、スノタックで、まあまあ強い。まあ、不足で動かないな。これは、おあつらい向きの5がここにある。再び、おあつらい向きの5があるが、ここはさすがに石進めればいいかな。守るのコツも強いですしね。伸び取って、制圧取ってる、リリース取ってる、はい。うん、OK、急速コツ1。コントロール。まあ大丈夫っすね。ここは、取ってもいいって感じか。取ってもいいって感じか。取るか。低め。取れてる。まあ、取ってしまいましょう。取ってしまって、まあ、その、レベル3をね、宝石作ってもいいと思うんで。まあ、問題は全然、操こないぞと。
みなみちゃん何してるんでしょうか。てか石足んねえわ。もう4回目ですね、デート。うん、まあ、体勢は整っているので、まあ、悪くはないでしょう、多分。来たか？ああ、来ない。そんなに強くはない。少量で吹っ飛ばすとかなり怪しい感があるな。いや、筋力も速攻なくなりそうだな。それは正直怖い。怖いかったりはしています、今。怖いなぁ、これ。ここ進めましょうか、鶴橋、久しぶりに。ちょっとどうなるか。ちょっとどうなるか読めないですね、ここは。ここは一旦置いとけばいいか。石を集めておきます。ちょっとみなみちゃん、OK。多分、休息はあと1、2回でもう本当に終わると思います。まだギリギリ少量。で、これは崩してよくて、みなみちゃん来たので、一応、あれはできると。うん、ここはこれだね。で、つらしは立てられますね、これで。で、上か。まあ今、購買部レベル3にする形でも良かったかもしれませんが。で、カラフルツルハシ。うん。全然この辺掘って動いていれば、そんなに問題はなさそうだけど。本庄取りたいな。うん、この辺の枯渇をバンバン進めておきましょう。来ねえ。来なかったら普通にデートとかしてればいい。うん、これで終わりですね。街道取れている。大丈夫、何かしら来るから。変化も踏めてない。と言ったらすごいの来た。これ多分すごいの来てますね。で、2段階なんで、ここは、正直これ行くしかないな。ほい。技術使いましょう。うん、多分十分だとは思われます、これで。よし、悪くない。で、あとは、みなみちゃん行ってあげないと、端のとこは動かないですね。完全に不足した。ああ、まあこれはサクッとこれいっていいですね。で、同衛で拾っておきましょう。ナイス。おお、まあまあまあ全然ありっすね。で、これ12になったんで、勾配入れれば上のとこ壊してもまあなんとでもなりますねっていうのと、筋力メダルですね。設置していきましょう。これで筋力稼げるな。まあ2個でいいかな。3個立てれないな、そもそも。休息骨は立っている。490。結構技術あるな。そう思うと。なくならないというマジで。もう枯渇だいぶ進んでいるので、ちょっと休息怖いですね。うん、ここ取ってもいいし休んでもいい。で、保身ところが終わりましたね。コントロールが上げれないな。うん、ちょっともろもろ上げれないですね。それが辛い。
とりあえずこれだな。で、時間稼ぎをしながらですかね。うん、デートをしましょう。あ、デートかな。いや、星か。で、ツルハシをいいツルハシ立てていきますかね。うん、バランス的にも悪くない。行きましょう。よく持ち直しましたね、あの、凄まじい石ないところから。ただ、まあ、ダイナマイトちょこちょこ安い経験点で踏んだので、まあ、この辺から結構、その、しわ寄せが来てもおかしくないです。まあ、とってもいいけどいらないよね。うん、あとは、ツルハシがないので、結局、掘れないっていう状況に多分今なってると思うんですよね。これ取っとこう。8になりました。わー、まあコスパいい。コスパがめちゃくちゃいいが。まあダイナマイトを待つっていう方が、まあ確実に正解なんじゃないかなと思います。こちらは行きましょう。よしよし、メダルもうまく動いてくれてますね。これ見えそうでいいよね。技術がカンストする。つらい。同絵が来ないから何もできない。で、あともう一個作りたいな、あれ。なるほど。星いっときたいですね。ちょっとコントロールきついな。星いっといて、もう一回レベルアップしたいですね、筋力メダルを。うん、そうか、スゴツル、いやーないね。スゴツルを作るはないか。強っ。うん、メダルで生きてますね。メダルで生きている。強い。ダブルタックナイス。うん、まあまあ出てますね。9000点ならいい感じです。変化もまあ77届けば十分かなと思うので、ここ行きてえなぁ。いや、メダルが優秀。メダルがさっきからずーっと入れ続けてくれますもんね、経験点。メダル大事なんだ、やっぱ。よし。779。これ強いな。779って変化だけ入ってんの。シングルか。なるほど。他の経験点がそんなに大したことないっていうのが、まあ、若干痛いですね。石もある程度これで入ってきたでしょう。よし。丹念する端に切り替えた方がいいかな。うん、そろそろ切り替えてもいいかもしれません。うわ、強い。あいー、強い。ちょ、待って待って、600入ってる精神。まあ、ここは筋力ですけど。なるほど。うん、筋力足りそう。そして変化も足りそう。変化足りてるわ、むしろ。まあ、急速でしょうね。こんだけ足りてるんで。うん。急速でいいね。まあ、ワンチャン枯渇しますが、まあ、それは、おーい。しょうがねえとして。ちょっと困ったな。ちょっと1ターン早かったな。まあ、でも、しょうがねえか。それか、アックス屋で今のターンをごまかすっていうのもある。結局その宝石がしんどいので、まぁ、ちょっと1手遅れますが、アックス屋使おう。うん、ここはしっかり筋力入れときたいですかね。もう最後のタックになる可能性もあるんで、急速。うん、ですよね。で、縛りと。
うわー、それつらい。ていうか精神やばいなこれ。でここはしっかりとこれ入れて、で待ってる間にデートすれば OK ですね。ちょっとピンチなかったのか。ピンチ欲しいぞマジで。カラオケピンチが欲しい、ピンチが欲しい、ピンチコツめちゃくちゃ欲しい。でこれ待機していればよくて、すごいツルハシ立ててーな。筋力メダルもういるかこれ。で今入ったもんね筋力。あとタック一発。いやーでもそうか、メダル置いといた方がいいかな。120は強い。しかもピンチコツワンチャンある。これは行くしかないか。これ監視所一回撤廃ですよね多分、がベストムーブな気がする。あんまり関係なかった。はい、40入るしょこれ。ナイスピンチ、えらい。さあ青い B あるよ。あー、青いどうなってるんです。葵ちゃんの成功率って本当どうなっているんです状態なんだが、僕的には、うん、結構強いんですけどね。今ので結構しんどいことにはなっちゃったな。一回デートします。まあもしかしたらもう筋力メダル必要ないかもしれませんね。まあ石はうまく使えている。120いくのか。枯渇はスタミナとあとは精神がいきそうですね。ちょサクッともうやってった方が今後のこともあるので、と。ただこれは葵でいいですね。これは葵ちゃん、どうせメンタルならいつでも踏めるんで OK。ここね、メンタルいきましょうか。なんか技術不足してきたな、うん、不思議なことに技術不足してきましたね。よし、あとは真ん中の方だけと。変化ドーン、おお、変化ドーンって言ったら来たんだけど、これを取るのか。まあ、ここ踏めば多分、まあ、技術足んないしね、これ。多分、間違いなく。多分これ技術ですね。変化より技術を先に行くべきかなというふうには思います。あと変化メダルあればな。おにぎりとかしかないんですよね、今。ここだな。変化取りましょう。あ、変化じゃねえや。コントロール取りましょう。技術足んないです。800。ポンコツなしはだいぶ痛いんですが、シャーなし。うん、勢いよく行きました。うん、バランスはまあ取れてきましたね。悲しい。うん、バランスはいい感じになってきましたね。行きましょう。いいか出ました。次行きましょう。おぉ、マジか。それはありがたいっすね。よし、神。それは本当に神です。890ですかね。まあ、当然上げれないと。この内容なら本当に葵ちゃん成功してほしかったな。筋力ちょっと怪しいわ。あ、スタミナ B か、まだ僕。やばいな、これ。これは、やばいです、正直。スタミナ B か。全然足りないぞ、いろいろ。で、ダイナマイトはもう爆発しないので、しないので破壊ですね。
で、怪しい店とかかな、奥んだら。おにぎりでもいいか。おにぎり1個置きましょうか。で、これはもうかなりうまくいってるんで、ピンちゃんですかね。うん、オッケーオッケー。で、あとはやっぱりこの辺がだいぶ怪しいなと。ちょっと変化も、もしかしたら改変するかもしれない。行きましょう。はい、勝てました。次行きましょう。結構精神欲しいな。まあ変化が一番稼げそうですね。ツルハシも2つ入っているし、一応ここおにぎりあげて、で踏みましょうか。うん、おにぎりあるところを踏むっていうのもありですけどね。スタミナ待ちにしてその方がいいかな。変化いるかな。まあ技術80点は普通に欲しいですけどね。踏むか。おーい、踏みたいよ。ここからですね、正直。うん、まあまあ取れている。スタミナ届くかな。だいぶ怪しいですね。行きましょう。はい、勝てました。次行きましょう。スタミナ、変化強いんだけども、これは取りますか。でも36、そしてこれ勝負するしかない。そうですね、そうですねってなっちゃった。なるほど、行きましょう。はい、勝てました。次行きましょう。 OK、 なんとかサクッとで。スタミナ、スタミナだけないな。この43を取っとくのがいいですかね。つらっ。おっと、これだいぶ怪しいな。だいぶ怪しいな、これ。なるほど、こんなバランスなんですね。結構ギリかもしれないですね。今94で、エースの風格の分もあるんで、結構ギリだ。いけますか。はい、勝てましたー。ということで、なんとか最後終わりました。ちょっと精神ポイントが、不安はありますね。まあ、足りているとは思いますが、18525。12345、6789、中段かな。いけますか。変化774。おお、でも結構いきましたね。SS8 先発、もうちょっとで9という感じなので、まあ、葵ちゃんの成功と千丸で普通に PG 先発以上は作れそうな感じの手応えありますね。で、結構安定して作れるところがいいのかなというふうに思います。このデッキに関してはね。なんかこう、爆発力っていうところで言うと、本当に各キャラ、とあとはみなみちゃんが絡めばっていうところにはなると思います。一応得意練習がね、こう全練習2人ずついるので、そこにみなみちゃんが絡めば、まあ、トリプルタックがどこでも練習ができるというのは非常に大きいのかなっていうところと、金徳もあとは葵ちゃん以外はね確定なので、まあ、そういうところもいいところかなというふうに思います。今回の動画は以上となります。ぜひ皆様のチャンネル登録、高評価、コメントで応援いただければ嬉しいです。またツイッターのアカウント名、コメント欄に書いておきますので、フォローください。また次の動画でお会いいたしましょう。